ごきげんよう、さきのでーす。今日は最近買ったコスメを紹介していきたいと思います。もうね、本当に可愛いから、ちょっとみんなに見てほしいのと、私もちゃんと自分でこう手に出したりとかしてないから、それもやりつつ、装置しつつ、レビューしつつ、使ってみたりとかしつつ、紹介していきたいと思います。今やってるメイクなんですけど、この前に出た動画か、この後に出るか動画かが、ちょっとね、ちょっと編集の具合でわからないんですけど、とりあえず夏のキラキラオレンジメイクになっております。で、同じ格好してます。この格好が結構気に入ってて、この格好で撮っちゃおうと思って撮ってまーす。すごく私的に気に入っているメイクなので、よかったら見てくださいね。じゃあ、紹介していきます。今回購入したのが私のもう大好きな通販サイトの i ビューティーストアっていうところでゲットしたコスメたちです。海外コスメだったりとか、まあ、デパコスだったりとか、海外のプチプラコスメって言われてるやつが安く売ってたりとかするので、めっちゃ気に入ってるサイトです。じゃあ、1個目。じゃん、アナスタシアビバリーヒルズのノーバラっていうアイシャドウなんですけど、そのアナスタシアさんが娘さんがいるらしくて、その方の相性をそのまんまつけたアイシャドウらしくて、見た目はねこんな感じのパレットで、まあ、紙でできてるんですけど、こんな感じねマット加工になってます。でこのノーバラさんっていうのが2代目のアナスタシアの社長らしいんですよ。すごい幼い方かなとか思ったらもう社長になってるっていう。カラーはこのような感じです。ずっと気まぐれです。ずっとファンタジーの中にいるのっていうノーバラさんのひらめきとかアイディアがそのまんまなんか映されたパレットらしいんですよね。へーみたいな感じだよね。なんかシマーなカラーだったりとかマットなカラーだったりとかが混ざって結構紫だったりとか青み系が多いかなって思ってます。で私このラブっていうカラーを一回メイクでね使ったらもうめっちゃ可愛くて、出していきます。こういった感じとかめっちゃ発色良くない？びっくりしない？だって指でこういう風にやっただけでこんだけ発色するんですよ。この紫カラーを取っていきます。このカラーもねすごく青みラメとかが入ってる。でも意外とねパールっぽい感じの発色です。こういった感じの発色でした。めっちゃ可愛い。ちょっと地味に気になってるのがこのドリーマーっていうなんかねすんごいキラキラなハイライトとかにも使えそうな感じのカラーが、あ、すごい。こういった感じです。めっちゃメタリックみたいなラメ感ですごい可愛い。黄みがかった茶色いカラーを取っていきます。こういうカラーは持ってなかったんで、うわめっちゃ色がいい。こういった感じ。なんかね全体的に肌に塗ると馴染みが良くなる。あと私がいいなと思うポイントはこのアナスタシアねブラシも結構優秀で、でついてるブラシもすんごい使いやすくてびっくりしました。ちゃんとねなんかこう痛くならないやつと、あとブレンディングブラシがついています。めっちゃ発色いいし、アナスタシアのアイシャドウとかアイブロウペンシルとかはすごい有名だしね、めちゃくちゃ優秀なものが多いのでよかったらゲットしてみてください。じゃあ続いてはこちらです。じゃーん、ずっと欲しかったクラランスのティントを買いました。これコンフォートリップオイルインテンスです。インテンスレッドとインテンスラズベリーです。こういうなんかオイル系のリップティントで、レッドって私持ってなかったから一回手に出してみたいと思います。07番のレッドを出していきます。わ、すごい蜜みたい。有名なクラランスのオイル使ってたこともあるんですけど、そんな感じですごい濃密ペロリンって感じでついてくれる。03番、かわいい。こういう色が大好きです。私あー美味しい。なんかラズベリーはラズベリーの香りするんだけど、ちゃんとこっちはちょっと同じかもしれない同じような匂いがしました。オイルって言ってたから結構なんかこう透け感があるのかなと思ったんですけど、地肌はそこまでこうなんか透けない感じで私的に好印象です。ちょっと剃ってみたいと思います。おーしっかりと色づきます。赤の方がやっぱりちゃんとついてくれるけど、取ってみると意外と同じような色味で、レッドの方をちょっと塗っていきます。おーかわいい。塗り心地がすごいほんと美容液塗ってるみたいな。やっぱ手に塗った時よりもなんかある程度透け感出ますね。でこのチップがめっちゃ太くって、綿棒の太いバージョンみたいな感じなんで、唇にフィットしてくれる感じがします。でオイルって言ってるから唇に結構こうベチョベチョする感じかなって思ったんですけど、意外としっとりしてる感じのオイルだからベトベトする感じでもなく、なんかそこまで髪の毛とかも張り付く感じでもないので、マスクメイクの時とかでもかなりいいと思います。保湿もしてくれてすごい可愛いのをゲットしちゃった。そしたら次こちらです。クリニークの
ポワリファイニングインスタントパーフェクターです。思ったよりちっちゃくってね、ほらこんな感じでちっちゃいんですよ。 15ml 入ってました。でこれが何かというと、毛穴をこう埋めてくれるような感じのポワカバーみたいなやつですね、の下地を買ってみました。夏はさ、やっぱマスクもしてるから毛穴の落ちが気になっちゃって、毛穴でよれたりとか、なんて言うんだろう、なんかこうもろもろもろみたいな感じでよれ方をしたりなんかするのがすごい気になっちゃったんでゲットしました。インビジブルライトっていう、私は明るいカラーでこういった感じのちょっとピンクがかった感じですね。でもね、伸ばしてみると色はつかないです。でマットになります。塗るとすごく使い心地とかはシリコン系のあの下地って感じがして、すっごい綺麗に肌に入り込んでくれるし、色は全然つかないです。こんな感じ。Tゾーンとかの化粧崩れとかにも効くみたいで、なんかね、一度これは使ってからレビューちゃんとしたいなと思ったんだけど、めちゃめちゃ口コミが良かったです。じゃ続いて、じゃーん、このもう見た目が可愛いでしょ。これジュエっていうブランドなんだけど、スプリングスインパリスアイシャドウパレットです。春のパリの街並みとかをイメージしたアイシャドウっていうやつで、可愛いと思ってゲットしました。なんか色味はね、ちょっと桜をイメージしたりとか、プラムだったりとか、こういった感じのカラーになっています。マットメタリックサテンの仕上がりで長持ちする高発色のアイシャドウ。シマーのカラーが多いです。グリッターカラーかなと思ったんだけど、そんなでもなかったです。私がすごい気になったのはこっち側のカラーで、このブルーとかもね、多分塗ってみたらめちゃめちゃ可愛いんじゃないかなと思ってます。わー、可愛いカラー。てかさっき下地塗ってるからめっちゃスルスルに綺麗に伸びるわ。やっぱあの下地効果あるかもしれない。で次このカラー足して、めっちゃ発色いいんだけど、びっくりする。なんか薄付きで超発色がいいのが売りって書いてあったんで、引き締めのカラーとかでもなんかこう目尻のとことかにしっかり入れたらすごい可愛いかもしれない。このネイビーカラーがすごい気になるから、こっちも入れてみよう。いきます。結構暗めのカラーですごい可愛い。大人っぽいピンクメイクとかしたい方にすごい合ってるんじゃないかなと思いました。で一番気になったこの、さっき言ってたこのパープルカラーを取っていきます。いきますね。シュシュシュ、あ、可愛い。ちょっと待って、超可愛い。なんか全体的に結構透け感のある発色ですね。バキッとなんかこうついてないですね。こんな感じでゲットしてみました。でこれがね、ちょっと値段が高かった、7690円でした。ジュエっていうブランドが、メイクはシンプルでありながら女性の自然な美しさを高め、自分自身の好きなものを強調する必要があるっていうコンセプトらしいです。だからすごくシンプルながら可愛くて綺麗なっていうのが多いですね、このブランドは。じゃあ続いて、もう私が昔から大好きなリップ、じゃん、ローズバッドパフュームのストロベリーリップバームのチューブです。 14.2g 入ってます。本当にいちごシロップの香りがするリップです。多分嗅いだことあるとか見たことあるって方は多いと思うんですけど、これを出しておくだけでめちゃくちゃいちごの香りが全体に広がるぐらい匂いが結構強いんですけど、キャビンアテンダントの方とかもう絶対的に必須ってぐらいみんな使ってる、しっかりと保湿してくれる系のリップです。こんな感じでちょっと固めのテクスチャーが最初に出てくるんだけど、しっかりとなじませていくと温度でね、サラーっとしていく感じで塗っていきます。ちょっとグロス的な感じで塗ってもね、しっかりと潤いが出てくれるし、本当に軽いオイルっぽい感じだからリップグロスとして使えます。ベトベトが嫌いな人とかは本当に使ってみてほしいなと思います。こんな感じです。ローズバッドパフュームのブランドは本当にもうレトロですごい可愛いの。だから100年以上だから、そんなに多分パッケージとか変わってないんだけど、ヴィンテージ風のやつが好きな方とかにお土産とかでもいいし、めっちゃ好かれると思います。もうとにかく可愛いコスメです。で100年以上続いてるっていうから、作り方とかも変わってないらしくて、昔からすごくいい、本当に無駄のないいいものが多いなっていう印象です。本当に可愛いか見てみてほしいと思います。で最後、私がすごくなんか気になったフレグランス香水ですね。じゃーん、ランコムのラニュイトレゾワロードパルファムスプレーをゲットしました。これが7300円でした。多分これは安くなってるのその値段だと思うんですけど、見てよ、このなんかもうさ、見た目が最強と思って、私こういうなんかちょっとなんていうの、モダンっていうか、もうめちゃくちゃ小悪魔風なこのなんかね、色合いといい、グラデーションといい、もうドタイプだったんでゲットしました。でこれ匂いをね、まあ嗅いだことない状態から購入したんで、どんなもんなのかなと思って口コミとか調べてて、いろんな想像したんですけど、想像以上に大人っぽい香りでした。もうめっ
っちゃ大人っぽい香り。こうつけてると結構大人っぽく、もう本当に大人の女性に似合いそうな香りで、正直もう大人の女性っちゃ土星なんだけど、年代的には20代より30代の方の方が合いそうだなーっていう。なんで香りにこう私が追いつけてないぐらいセクシーな香りでした。本当に見た目通りって感じかな。今度ね動画にしようと思ってるんですけど、もうなんか異常に持ってんのよ香水を。なんか香水って見た目が好きっていうのがあると思います私。だってさ、これにさ香りのさ液体が入ってるんだよ。めちゃくちゃロマンチックじゃない？もうそういうのが大好きすぎて、私はそういうのが嗅いだことないような大人っぽい匂いですはい、こんな感じでゲットしました。はい、こんな感じで購入した商品を紹介しました。なんかねコスメについてひたすら語るみたいな動画一回出してみたかったので、買ったコスメについてもう私が好きなようにレビューして好きなようにそっちしてっていう動画でしたまたちょっとやりたいんですよね。私コスメ大好きなんで、それをね分かち合ってもらえる方が見てもらえればいいかなって思ってます。はい、この動画楽しんでいただきましたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっていますので、説明欄からフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さきのでした。バイバーイ。